普段のよさこえ祭りではあまり取り上げられることのない演舞に込められたストーリーや豊穣に着目したライブ型よさこいです。本日出演していただく学生よさこいチーム5団体の方にはよさこいパフォーマンスの前に演舞に込められたストーリーを紹介していただきます。ぜひ注目してご覧ください。今日お越しの皆さんに知られざるストーリーと豊穣を思う存分にお楽しみいただくことでよさこいの新たな魅力をお伝えしようという企画になっています。また今回はゲストとして社会人よさこいチーム百物語の方にもお越しいただきました。ということで早速一組目の演舞に参りましょう。一組目は関東学院大学矛先の皆さんです。それではどうぞ。関東学院大学矛先です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜2017年度の演舞夢にぐさを披露させていただきます。夢にぐさとは桜の異名であり、夢のように美しく儚い様からそう呼ばれました。2017年度演舞夢にぐさは小さな芽が満開の花を咲かせるストーリーとなっており、夢を持つことの大切さなどを表現しています。夢見草、新しい世界に夢と希望を持って土の中に宿る命が力を振り絞り目を出した。しかしその目を嵐が襲う。夢見草は嵐に翻弄されながらも闇に身を潜めながら嵐を過ぎるのを待った。嵐が過ぎ夢見草は生き残った。夢見草は一人じゃないこと、つまり仲間が自分を強くすることを知った。そしてきっと夢は叶うという自信を持ってたくさんの夢や希望が詰まった壺にをつけていく。夢見草を含めて生き残った者は互いに励まし合い、全員で夢を目指していくことに。時は満ち、花開く。夢を叶えた瞬間、これまでの日々も出会えた仲間も誇りに。永遠ではないと知りながらも夢見草は最後の散り際まで誇り高く咲き続けた。それでは参ります。桜絶なり、願うは永り。舞い降る様は夢見草。隠れて自分さえ見えなくて
心を閉ざしてしまったんだ。